選手ほか、チームで入賞したメンバーが、視聴表敬訪問ということでおいでいただいております。今までもこういう大会は出すんですか？はい、世界選手権が2年に1度あるので、まあ、今年あって、2年前はアメリカであって、うん、またその2年前イギリスであったりと、日本人になかなかこうメダルが取れることがなかったので、今回初めてこう入賞できたり、君は、いつ頃からやってるの？小学3年生ぐらい。お二人はいつ頃からやってるんですか？自分は小5ぐらいから始めました。で小2。小2から一番早いですね。競技としてこう日本ではあまり知られてないんですけれど、うん、やっぱりこう世界を見るとですね、本当オリンピック種目と同じようにやっぱりこうさっきの30秒ですと206回って相当早いんですよ。こう世界の各国の選手たちがこう争っているっていうのはそういう競技としても面白いと思いますし、うん、あとはやっぱりこう音楽に合わせたフリースタイルっていうんですけれ ど結構人に見せられるので、うん、やっぱこういろんな人に見せた時にこう喜んでもらえるのがすごい今面白いですね。普通に学校でやる前跳びとか交差跳び以外にも足通してやったり、爆中してやったりいろいろあって、爆中してやん、はい、たくさんの技がもう本当にいっぱいの技があって、うん、その一つの一つの技できる行ってきた時、すごい嬉しい。でちょっとこう変わった飛び方があって、ここから競技になるともう少し二重跳び三重跳び、前は本当駆け足跳びなので。用意したって言って、大丈夫ここで2で下、まあ、ちょっと引っかかっちゃうかもしれないですけど、気をつけてやってください。まあ、ちょっと軽めに こんな感じですね。はい、まあ、普通に入ってこうチェンジしたり、はい、あとはこう中で順手入った時にパワーで中でこういろいろ逆立ちとか、そうですね、ちょっと下にね、あんまり、はい、はい、はい、っていう、ちょっと、難しいんですけど、スピード競技もあって、あ、いいよ、どうもありがとうございます。日本ではなかなか縄跳びは、マイナー競技で、なかなかこう世界で勝つということはなかったんですけれど、ようやくこう練習した、成果が出て、表彰台に立てることができたので、本当に嬉しく思ってます。日本人で今までこうメダルをかけるってことがなかったので、まあ、素直に嬉しいなと思う気持ちがあるんですけれど、やっぱりこう、まあ、色見てもそうなんですけど、やっぱ銅メダルなのでまだ2位と1位にはちょっと力が及ばないところがあったので、まあ、もっと練習は必要かなと思いました。来年に行われるワールドジャンプロープという大会がパリで行われるので、まあ、そこで今年は個人総合優勝したので、まあ、来年は2連覇目指して頑張りたいと思います。あとは競技以外にもいろんなところでパフォーマンスをしたりとか、まあ、近い目標でしたら、リオデジャネイロのオリンピックとかで、まあ、何かパフォーマンスできたらいいなとは思っています。まずやっぱりこう本当筑波市でこの後で競技に出会ってこう自分をこう競技者として育ててくれたので、まあ、まずはこう今一緒にやっているクラブチームのこうにこうやっぱもっとレベルを上げていけたらいいなと思ってますし、まあ、あとやっぱり今縄跳び教室も行っているので、筑波市に住んでいる子どもたちにこう縄跳びの楽しさとか本当面白さっていうのをこう伝えていけたらいいなと思います。